今日は鶏ささみのミラノ風カツレツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏ささみのミラノ風カツレツを作りたいと思います。はい、ということで今回は鶏ささみを使った簡単おかずレシピです。今回はミラノ風のサクサクのカツレツにしていきたいと思います。さらにこのカツレツにつけるソースレシピも一緒にご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにカツレツの材料からご紹介します。材料はこちらです。鶏ささみ、薄力粉、卵、お水、塩コショウ、粉チーズ、パン粉、そして揚げ焼きをするときに揚げ油を使っていきます。ということで今回はね、こちらのささみ肉で作っていきたいと思います。今日はね、2本だけ作るんですけれども、こちらの本数はお好みで OK です。続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。カットトマトの缶詰、ウスターソース、ケチャップ、顆粒コンソメ、蜂蜜、こちらの材料でソースを作っていきます。まずね、トマトの缶詰に関しましてはカットタイプでもホールタイプでもどちらでも OK です。そして味付けのポイントは蜂蜜です。この蜂蜜のコクが加わることでとても美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにソースから作っていきます。まずフライパンにウスターソース、そしてケチャップ、そしてトマトの缶詰、蜂蜜、そしてコンソメを入れます。これを一度よく混ぜましょう。まだね、火にかけてない状態です。はい、で大体混ざったら火にかけます。火加減は中火で一度沸騰させます。このようにね、混ぜながら加熱していきましょう。はい、でこのようにね、ふつふつ沸騰してきたら火加減弱火にします。このまま1分ほど煮詰めていきます。はい、OK です。このように1分煮詰めていただくとトマトの酸味が抜けてコクがアップします。ソースはこれで OK です。それではカツレツを作っていきます。まずね、鶏ささみの筋取りをします。筋取りをするときはこのようにフォークと、あとはキッチンペーパーを使っていただくと簡単に取り除くことができます。まずこの出ている筋の部分ですね、こちらをフォークの隙間に挟みます。こんな感じ。そして出ている部分をキッチンペーパーでつまんでください。あとはですね、両方反対側に引っ張っていきます。ではいきます。スーッとね。はい、そうするとね、このように簡単に筋取りをすることができます。こんな感じです。では残りも同じように筋取りしていきます。はい、筋取りが終わりました。そしたらね、今からこちらのささみ肉を開いていきます。ここにね、さっき筋が入ってたところがあるんですが、そこに包丁の刃先を入れて切り込みを入れます。そして開いていきましょう。このように開いていきます。はい、反対側も同じように少しだけ開きます。はい、こんな感じです。筋取りした時にね、ちょっと穴が開いちゃってもこれくっつけとけば大丈夫なので、こんな感じで開いてください。ではもう一枚も同じように開きます。はい、2枚ともこのように開いてください。そしたらね、この上にラップをしてください。ピタッと貼り付けます。そして軽くね、麺棒で叩いていきます。薄くしていきます。だいたい1センチ弱ぐらいの厚みになれば OK です。はい、OK です。このように叩いていただくと先ほど裂けてしまった部分もくっつきやすくなります。はい、そうしましたらここに塩と胡椒で味付けをします。裏面も味付けしてください。はい、お肉の準備はこれで OK です。それでは続いてパン粉をつける前に使うバッター液を作っていきます。こちらのバッター液というものは卵とお水と薄力粉を混ぜたものなんですが、こちらを混ぜていただいてパン粉をつけることでまんべんなく綺麗にパン粉がついて、かつサクサクに仕上げることができます。それではまずボウルに卵を割り入れてください。そしてお水を加えます。これを一度よく混ぜましょう。よく混ぜたらここに薄力粉を加えます。振るわずにそのまま入れちゃって OK です。そして混ぜましょう。ダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、バッター液はこれで OK です。それでは続いてパン粉ですね。今回パン粉は細かめのものを使っていきます。まずね、パン粉入れます。
そしてここに粉チーズです。そして混ぜます。粉チーズの量なんですが、パン粉が3、粉チーズが1くらいの割合でいいかなと思います。こちらはお好みで OK です。パン粉はこのように準備してください。では衣をつけていきます。まずですね、こちらのお肉をバッター液につけます。こんな感じにつけたらパン粉をつけます。パン粉はね、しっかりめにつけるようにしてください。はい、このようにつけてください。バッター液を使うことでこのようにまんべんなく綺麗にパン粉がつきます。ではもう一枚も同じようにパン粉をつけます。はい、このようにまぶしてください。バッター液に関しては作りやすい分量で作ってるので少し余ります。なのであとね、2、3枚はいけるんじゃないかなと思います。あるいはですね、お好みの具材などを一緒にフライしていただくといいかなと思います。それでは揚げ焼きしていきます。まずね、フライパンの底から5ミリほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。火加減中火でだいたい1分ほどまず油を温めてください。はい、温めました。そしたら火加減ちょっと弱めの中火にして、こちらを揚げ焼きしていきます。カツレツを入れた時にじわっとするぐらいになったら入れて OK です。このままですね、両面カリッとするまで揚げ焼きしていきます。揚げ焼きしてる最中はね、あんまり動かさないようにしてください。火加減は中火から弱めの中火で調整してください。はい、今ね、だいたい2分ほど経ちました。いい感じに揚げ色がついたので裏返します。はい、美味しそうですね。そしたら片面も同じように揚げ焼きしていきます。だいたい片面は1分半から2分ぐらいでいいかなと思います。こちらはね、フライパンの材質とかあとは枚数によっても変わってくると思うので様子を見ながら調整してください。揚げてる時はね、油跳ねには十分注意してください。はい、OK です。両面いい揚げ色になったので火を止めます。トータルでだいたい4分から5分ほど揚げていただくといいかなと思います。そしたら取り出します。はい、美味しそうに仕上がってますね。こちら側も美味しそうに仕上がってます。こんな感じで美味しそうに揚がりました。それではあとはね、3分ほど油を切ってお皿に盛りたいと思います。はい、これで鶏ささみのミラノ風カツレツの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように衣はサクサクで美味しそうに仕上がってます。そしてこちらのソースをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。衣がサクサクでかつ粉チーズも加わってるのですごく香ばしいです。美味しい。そしてこのソースがすごく合います。鶏ささみのお肉もパサつきが気にならなくてとても美味しい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏ささみのミラノ風カツレツのポイントです。まず鶏ささみの筋取りなんですけれども、こちらはフォークとキッチンペーパーを使っていただくと簡単に取り除くことができます。ぜひこちらの方法でやってみてください。そして筋取りをした後は厚みが1センチぐらいになるように一度開いていただいて、そしてその後は綿棒で軽く叩いてください。そしてお肉の厚みを均一にするようにしてください。まあ、だいたい目安としては1センチ弱ぐらいにしていただくとちょうどいいかなと思います。そしてその後ですね、下味をつけて、あとはバッター液とパン粉をつけるんですけれども、バッター液を使っていただくことでパン粉が均一にしっかりとついてとてもサクサクな仕上がりになります。そしてバッター液なんですが、今回は作りやすい分量で作っているので鶏ささみ2個分だとちょっと余ると思います。なので鶏ささみの量を追加していただくか、もしくは何か他の食材を一緒に揚げていただくといいかなと思います。そして揚げ焼きする時のポイントです。揚げ焼きする時はだいたい3ミリから5ミリぐらいですね。今回は5ミリぐらいの油で揚げたんですけれども、3ミリぐらいの油でも OK です。そのぐらいの量で揚げ焼きしてください。片面だいたい2分から3分ぐらいですね。そのぐらい揚げていただくとちょうどいいかなと思います。トータルでだいたい4分から5分ぐらいを目安にしてみてください。今回はね、ソースも一緒に作りました。こちらのソースもとても簡単に作れるのでぜひ作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は鶏ささみのミラノ風カツレツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。